とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりにマルチでタワーを攻略していきましょう。合計で3回行こうと思うんですけども、まあ、とりあえず、まあ、1回から10回、10回から20回、20回から30回、まあ、そういう感じで編集を入れていきましょうかね。まあ、とりあえず3回ともクリアできるでしょう。いきます。まあ最初の10回はそんなに問題はないでしょう。まあタワーのね最終日なので、もうみんなもう慣れてると思うんで大丈夫よ。全く問題なくいけるんじゃないかな。あ、でもさすがに敵の HP は高めだね。結構高め。でも数自体は、若干多い。若干多いね。でもまあ、若干だから、問題ないでしょ。いや、結構高えな。はい。一回クリアでーす。どうしようかな。まあまあ、俺はもういつも通りに行きますよ。いつも通りの感じで、行かせてもらいます。じゃあ俺、このレースやるから。危ねえ。あれ、レース出ない？レースそこに出ないんだ。いや違う、レース出ない。敵が、出る感じも違うんだね。そうなんだ。敵の出現場所が変わるなんて、それはちょっと聞いてないな。まあまあ。変わったところで多分大丈夫とは思うんだけどね。次、俺は槍取っていきます。もう槍で最後まで行こうかなとも思うよね。それでも良さそうな気はする。どうだ。はい、ちょっと待って、クリーパーが3発だわ。普段ね、クリーパー2発で倒せるんだけど、結構危ねえ、硬えわ。クリーパーが、嘘、あの段差当たる？当たるんだ。そうか、よっしゃ。大丈夫か。ちょっと待って、俺決死の覚悟で、よし、オッケー、決死の覚悟でいきます。いや、意外と強えぞ。クリーパーのダメージがでかいんだね。クリーパーのダメージが、じゃあちょっとバトルローブ、いいか、雪玉だ。雪玉つけていきます。間違いないよ。よっしゃ。危ねえ。食らった、マジか。これ、本当に危ないね。おっしゃ、オッケー。よっしゃ。これはちょっと、槍のリーチを生かして戦っていかないと、マジでやられそう。大丈夫ね。終わり？ここで終わりだ。オッケー。はい。いいんじゃない？何もなしでいきますか？いいね。アイアンハンドアミルとは誰か違う人が取ってくれたんで、俺はなしで行きましょう。ここのクリーパーの数もちょっと怖いよね。多分相当出てきそうな気はする。よし、オッケー。マルチだから、ある程度前に出ていっていい？よしよし。でも出すぎたら危ないからね。出過ぎたら危ないんで、あんま出過ぎないように行きましょうか。おーい、やっぱりね、久しぶりのマルチだけど敵の HP かっけえな。多分4人マルチはね、ちょっと段違いにやっぱ難しいね。難しいというか敵が強い。 OK、 これこっち倒します。
5回クリア。おお、クリーパーのダメージには要注意ですね。要注意。いらんかな。え、無知。おお、無知か。なるほど。あ、ツタの無知で行く感じかな、もしや。ツタの無知かな、もしやね。おお。すげえな、ちょっと待って待って。これ結構すげえな。おし、オッケーオッケー。おお、無知で頑張ってる。いいよ。意外と危ない危ない危ない。おお、低め。無知攻撃速度速いからいいね。変え、変えよ。うん、変えよ。あ、なるほどね。こういうマルチプレイの時に、あの炎症のトーテム取ればいいんだ。なるほど。あー、こういう時に炎症のトーテムが使えるわけね。そうかそうか。ソロプレイよりもあれマルチプレイ用だ、あの装備は。うん、間違いない。 OK、 いいね。ムチのピシピシいう音がいいよ。よし、行こう。と、あ、落ちちゃった。どうする。うーん、俺取らんどこうかな、ここ。いや、ブラストだけでいい。ブラストで行きましょう。地雷でもいいんですけどね。まあいいでしょ。序盤若干敵 HP 高えなと思ったけども、装備がちょっと揃ってくると、いや、そうでもないぞこれ。うん、これはそうでもない。 OKOK、 いいね。いいよ、いいね。無知の攻撃速度意外といいぞ。終わり、終わり。これで8回クリア。まあ間違いなくパワーシェイカーでしょ、ここはね。影か、いや、パワーシェイカーだね。間違いないもんね、パワーシェイカーが。落ちないように気をつけてね。ここ俺開けときます。おお、 OK。 下にいようかな。おお、意外とやっぱ耐久力が高い。驚くほど、驚くほど耐久力が高い。次の次ぐらいがエンチャンターか。危ねえ危ねえ危ねえ。おお、結構火力高えな、敵が。あ、あ、え、お、お、お、エンチャンターいなかった？どっか違うところにいたのかな。はいはいはい、まあまあここはバーストクロスで間違いないでしょう。はいはい、スノーアーマーもありだよね。スノーアーマーもあり。で、俺はここで、バトルローブだね。うん、バトルローブあげちゃおう。では、11回ですね、いきましょう。今回ちょっと無知を装備してみました。うん、なんか1周目がね、みんな無知ばっかりで言ってたんで、俺もちょっと今回は無知を使おうと思います。どうだろうね。まあ多分ツタの無知にして戦っていくんだろうけど、おお、まあまあいいよね。おお、いいんじゃない。超ダメージを狙えて、おお、早いな。いいんじゃないですか。そのままいきます。確か商人が早めには来るよね。どこだったっけ、商人。15回ぐらいだったっけ。ああ、任せた、そっち側。
役割分担してるとね楽ですよね。オッケーオッケー、いいんじゃない。オッケー、いいね。お、こっちがまだ結構いる。オッケー、ナイス。これ役割分担があると早いね。行くぞ。よし、終わり。いらんかな。もういつも通りのような感じで行こう。まあまあ無知はもう取ってるんだけどね、無知は取ってるんだけども、まあ、それ以外はちょっといつも通りの感じで行きましょう。あぶねあぶねあぶね、引くね。ちょっと待って、危ない危ない危ない、ダメージあるな。よし、オッケー。早っ早っ、いいね、テンポがいい、素晴らしいよ、いいテンポだ。で、無知にダイナモを入れたいんだよね。ダイナモ入れて、で、ボスを一気に叩きたいんだよな。うん、ダイナモこれ絶対入れたいところ。 OK で追い打ちぐらいでいいか。いきましょう。ここも特に問題はないと思います。しゃ、まあ雑魚的には別にねそんなにダイナモは使わないだろうけども、一応あっていいんじゃないですか。オッケー。なんかそこ嫌な場所。あとはエンダーマイトでおしまいだよね。あと1回、2回脇だもんな。オッケー。痛いな。14回クリア。いいかな。うん、いつも通り行きましょう。雷もねいいかなと思うんだけど、雷はなしでやっていきます。よし、ああ固まった。激怒1も入れとこうかな。でここは、クリーパー出るんでちょっと注意。 OK、 基本は弓で戦っていっていいね。あぶねえ、食らうと速攻でやられそうね、クリーパーのダメージは。やべ、毒ダメージもろ受けてる。おお、早っ早っ早い早い、いいね、役割分担できてると相当早いよ。これでいいかな。爆発の弓か、ありだね。爆発弓、ありあり。ちょっと待って、いいのかい。俺はもういつでもいいよ。 OK、 俺ちょっとここでダイナモを発揮させるから。羽持ってきた方が良かったな、これ。羽があった、だいぶ違ったね。よっしゃ、羽があればこれめちゃめちゃ早かったぞ。うん、まあまあでもまあ一発ね殴ることができたんで大丈夫でしょう。これで愛のメダル。あーでもなー、クリーパーがいたりすると逆に邪魔になったりするかな。どうだろうね。よし大丈夫ね、オッケー、いいんじゃない。滑り出しがいいよ。 OK、 いけ、いい感じと思う。チビ3匹が愛のメダルいったから、おっしゃ。ここはねなかなか難しいからね。よし、17回クリア。あ、いやダメだ、取っちゃダメだ。
うん、取っちゃダメなんだ。そう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 。ここは、ツタの鞭にするんだ。あ、ちょっとこれ防具がだいぶ不安だな。あ、いいか、いけるね。いけるね。ツタの鞭でいきます。俺はツタの鞭でいきます。ちょっとエンチャなんか入れる？いや、まあいいか。いや、追い打ち2ぐらい入れとけ。いいかな。いきまーす。追い打ち2、うん。で、最終的には3入れて、ちょっとダメージをしっかり取っていこうか。俺はこっち側をやる。いいね、いいね、いいね。はい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 。いい感じよ。うんうん、森の矢筒で基本攻撃するんで、あれか、弓の攻撃力そこまで大事じゃないか。いやいや、大事ではあるけどね。大事ではあるけど、まあまあ、まだ大丈夫。いらん。ドラがあるもんね。ドラがあるんで、いりません。ドラがあればいいよ。うん、まあ、ゴー、うん、ゴーレムでもいいかな。オッケーオッケー。めちゃくちゃいいじゃん。おー、ちょっと待って、ダメージ、むちゃくちゃ食らう。いけ。オッケー。ほい、あぶね、あぶね。あぶね。ぼーっとしてたわ。よし。終わりでしょう。よし、20回クリア。これクリアできそうだね。それでは3周目でーす。2回ともクリアできましたね。ここが結構難しいね。うん、ここが結構山場ですけども、ハマればもうすぐにねクリアはできると思いますね。やべ、ミスった。俺爆弾投げちゃったごめん。あ、大丈夫か、誰もいなかった。よかった。事故になるかと思った。ね、なんか、ありきたりな感じで、来ましたね。さっき、無知で最後まで行ったんですけども、無知使うなら、序盤で出てくる、羽？あれを持って行った方がいいね。じゃないと、ちょっとダイナモがね、うまいこと溜めきれない。確かにダイナモ3入ると最終的にものすごく強くなるんだよね。一発回避で1500ぐらいプラスなるんで、かなり強いんですけど、うん、やっぱり羽が欲しいね。通常のローリングだけじゃ回復しきれない、ダイナモが。うん、なので今回はちょっと無知じゃなくて、もう普通のやつできてます。普通のやつ、途中でなんか変えようかな。毎回これじゃあちょっと面白くないので変えちゃいましょうかね。おーい、よし。ここはもうこれでしょう。なんかいい武器ないっけ。あ、入れてなかったな。オッケー。まあ、みんなでドラをね、交互に入れながら倒しちゃいましょうか。ドラを交互に入れるっていうのは結構大事だもんね。みんな一緒に同時に入れてもね、あんまよろしくないので。おーおーおー、すごい、すごい数仲間になってるなすっげえ数仲間になってるぞ。逆に動きづらい。よし、オッケー。早い。今回マルチの方がソロよりも早い。うん、マルチで行った方が25分ぐらいでクリアできるよね。マルチ早い。え、どうしよう。まあ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 、まあ、弓をね道中楽になるようにつけてはいくんだけども、武器なんか違うやつつけようかな。近接をね、
ちょっと違うやつで楽しんじゃいましょう。ここも難しい、若干。うん、ここもちょっと気をつけないといけないところやね。おー、あぶね。 OK、 いけ。愛のメダルが決まればもう大丈夫。結構敵の数多いしね、火力も高いんできついんだよね、ここ。おー、はやはや、いい感じ。あ、カトラスいいんじゃない。いや、違うな。あ、いいか。まあまあ、とりあえず持っていけ。うん、カトラスいいかもね。まあまあ、とりあえずこんなもんか。うん、鋭利だけで、とりあえず行きましょうか。うんうん。いいダメージよ。こっちから行こう。これね、分担していくのすごい大事ね。しゃ。でも下の方がいっぱい出るよね。あぶね。よし、危ない危ない。下大丈夫。おお、倒してた。あ、目、うーん、いいか。いいか、そのままいきます。目いいかなと思ったんだけどね。これは俺もう下の。おお、効くねー。やばい、危ねー。危ない危ない危ない。事故になるとこ、事故になるとこ。よっしゃ、ありがとう。危ねー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 。ここもクリーパー多いからね、結構事故になりやすい場所だよね。危ねー。でも、もうこれで終わりでしょう。まだ、あ、あそこにいる。なんかわけわかんなくなったけども、まあまあいいでしょう。で、ここね、下行く、行けるかい。2人で行くか。できれば近接を仲間にしときたい。あっち大丈夫かな。あ、大丈夫ね、よかった。そっち側はもう任せて、俺たちはこっちを倒そうか。よし、 OK。 あとこっちだけ多いんだよね、こっちもね、敵が多いのよ。でも一気に行けた。よし、おお、向こうで待ち構えてた。ナイスナイスナイス。これ最上階を何で行こうか。最上階を何の武器で行こうかね。うん、いつもならコブかソーブレードかって感じだけども、たまには違うやつもいいよね。でもなんか、めぼしいのあったっけ。まあいいや、いつもと違うやつをちょっと使っていこう。クリーパーまだ出るよね。出るわな。あっぶね。やべ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 、おラグったって、ラグったって。ごめんごめん、ちょっと調子乗りました。はい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 、やっぱクリーパー食らうとやられるよね。ありがとう。あ、爆発とか良くない。ツインボウも悪くないけどね。ああ、ここ最終回結構いい装備あるね。爆発で今回は行きます。 OK、 しゃ、なんで行こう。まあまあまあ、別に入れるやつもないんじゃないの。 OK、 いきます。あ、間違えた、爆発なのに、爆発なのに俺森のやつ使ってる。ダメだ、
逆に攻撃力下がったわ。なんかいつもの癖でやっちゃいましたね。では、クリアです。今回は3回行きましたね。3回行って3回ともクリアです。で、いい装備は多分出ません。最後も出ないね。ダメだ。装備は今シーズンダメでした。全然出ない。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。